けていくぞ。十分慣れてきたみてえだな。今のおめえなら俺たちの空をワクワクしてきたぞ。どうやらここがレッドリボン軍の基地のようだな。ん？気づけろ。誰か出てくっぞ。お前たち、やはり来てしまったのか。16号、ひょっとしてお前、昔の記憶があるんじゃ。やっぱり俺たちのこと。それがどうした。どうしたって大事なことじゃないか。俺たちあの時一緒に戦った仲間じゃないか。なんでレッドリボン軍なんかに手を貸してるんだ。答える必要はない。俺はお前と戦いたくないんだ。このおかしな波動とクローンたちを作るのをやめてくれれば。お前たちの意志は関係ない。来ないのならこちらから行くぞ。残像だ。残像だ。
戦術だ。ゲッチュ自分の成果を見せてやる。バレバレだぞ。悟空の言う通りだ。16号が好きで戦う。もし本心では軍に従いたくないなら、俺たちもう一度仲間にな。すまないが、奴を放っておいたらいずれ。奴？ああ、今のレッドリボン軍を指揮している人造人間、21号だ。人造人間21号？俺が21号の指示に従って動いてきたんだが、21号の人格はどんどん俺が軍から離れてしまっては。そうよね、軍から離れたらあいつは二度と目覚めないものね。あなたはさっきの21号だって。おい、一体どういうこと。この人が21号ならなんでさっき18号を。別にかばってないわ。あの時は戦うことは避けたかっただけ。まだそれよりも16号、あなた随分姑息な真似をしてくれ。何のことだ。とぼけたって無駄よ。あなたがシステムを起動したのでしょ。そしてこいつらの力を引き出すため適合者をリンクさせた。だとしたら。あら、開き直るの？逆らうことが許されるとでも。私に逆らったらあいつがどうなる。一応まだかばうつもりはあるのね。でも真の姿ということか。うしゃー、あいつ人間じゃ。だから人造人間だって言ってただろ。短くない付き合いだったけれど、もう潮時みたいね。たとえ誰だろう。恨むなら欲な性格強制のせいにあなたを作り直したあいつを恨むことね。16号見ろ、こんなもの食らったら。16号、せっかくまた会えたのに。16号のために泣いてくれるの？でもそんなに悲しまなくても大丈夫よ。今から美味しく食べてあげ。敵の影響ね。どうした？
オラたちを倒すんじゃねんか。そうしたいのは山々だけど、今はその時じゃないみたいね。待て、なんで16号を破壊したんだ。仲間じゃなかったのか。私に逆らった当然の報いよ。あの子はやりすぎたの。多少の老いたは目をつぶっていてあげたのに。でももういいわ。これで私を邪魔する者はいなくなる。ようやく私は思う存分お菓子を食べられるようになる。クソガキみたいなこと言いやがって。とにかく準備が整うまで楽しみに待っていてちょうだい。待て、逃がさねえぞ。悟空、行くぞクリリン。あなたひょっとして孫悟空にリンクしていた。そっか、さっきの衝撃でここまで飛ばされちゃったのね。まあいいわ、あなたがリンクしているなら少しは狩りを楽しめるかしら。リンクすると強くなる。あなたごと食べちゃった方が美味しそうだけど。それよりもっと美味しそうな孫悟空にリンクし直してもらうべき。
やむを得ん。一旦引くぞ。ちょっとけど、あの体力の消耗具合、多分そう。ゼル、いくら逃げても無駄よ。ねえ、どういうことだ。この間とは明らかにパ、この星のエネルギー源などたかが知れているという。まさかあのクローンたち、ただの戦力では。いずれにせよ、心配をかけさせやがって。ウランとか戻ってくるまでおめえ何してたんだ。セルって、あのセルとリンクしてたんか。なんでまたそんなやつの。こいつのことだ。また意図せずリンクした。うちに戻ってきたんだし。けどさ、セルが生きてるってことは敵は21号だけじゃないって。いずれにせよ、今は21号を倒すことをさ。あいつ、まだパワーが箸なんか食ったけ。腹が…やつの食の好みなど知らん。それより、どこまで強くなるか。もう、ここで言い合っていても、なんてたちお得意。そうしないと、さっきから経緯探ってる。おそらく21号は、専門…あ、すぐに見つかんねえもんは。まずは、オラたちが…となると、まずはこっちの戦力を増やした方がいいんだ。ああ、まだ見つかっていない奴らを探し出すのが一番有効だろう。まったく、こんな時にベジータの奴どこ行っちゃったのよ。もういつもは偉そうなくせに、肝心な時にいないんだから。まあまあ、ブルマさん、そう言わないで、きっとすぐに見つかりますよ。ん、そうだ、リンクにも慣れてきたしよ。今ならベジータの毛も見つけられるかもしんねえぞ。早速試してみっか。この木は間違えねえ。ベジータだ。本当？見つかったの？そんじゃ早速ベジータのやつを助けに行くとすっか。